皆さんこんにちは、大川祐介です。今回なんですけどもね、まあ見たらわかると思うんですけど、ダヴィンチリゾルブのインポートから書き出しまでの流れを一貫して行おうと思います。で、ダヴィンチリゾルブってね、やっぱりその業界の人たちにカラーグレーディングとかやっぱ特化して、まあ使われていまして、まあすごく今ね、注目の編集ソフトだと思っていて、しかも無料版と、まあ有料版があって、無料版でも十分編集ができてしまうので、結構ね、これから始めたいっていう人たちにとってはすごく使いやすい編集ソフトなのかなって思っております。なので、僕が今回はね、簡潔に、まあ、なんかダヴィンチリゾルブってどのようにして、素材をインポートして、そこから、まあ、編集して、で、オーディオ合わせて、で、カラーグレーディングして書き出しするのかっていう流れを、ちょっと一貫してね、もう本当に点で学ぶのではなくて線で学ぶように、皆さんにお伝えしようかなと思っております。ただね、これ全部解説してしまうと、教材のような形になってしまったり、時間が本当に1時間って持たなくなるので、まあ一連の流れを皆さんにイメージしやすいように、なるべく簡潔にスピーディーにお話しするので、よろしくお願いいたします。で、今回こちらにね、カラーパネルとエディターキーボードがあるんですけど、まあこれ使うと、もうめちゃくちゃ編集しやすいです。けど、ダヴィンチリゾルブをね、これから始めていきたいって人たち、多分これないと思うんで、 PC の方だけでやらせていただきますので、まあご安心ください。はい、そんな感じで、まあ早速じゃあ編集画面にいて、ダヴィンチリゾルブやっていこうと思います。まずはですね、こちら新規プロジェクト作ります。ブラックマジックみたいな感じで作成したいと思います。はい、まずですね、画面としてはこんな感じなんですよね。メディア、カット、エディット、フュージョン、カラー、おうちょっと重いですね。すいません。カラーと、こちら音楽の編集、まあオーディオですね。あとはデリバー、書き出し、みたいな感じの流れになってます。で、まあこの画面だけ見ると、まあなんか、ファイナルカットとかプレミアプロとはあまりさほど変わらないかなと思います。はい。まあ実際ちょっとインポートしていきましょう。で、正直こっから、ハードディスクとかデスクトップからつなぎ合わせてもいいんですけど、実際にもうファインダーから、ドラッキング&ドロップしちゃっても大丈夫です。以前僕がね、ミキデリっていうそのカメラ女子をね、撮影したと思うんですけど、彼女の素材をインポートしたいと思います。もう選んでますので。はい、ドラッキング&ドロップします。クリップのフレームレートと現在のプロジェクト設定のフレームレートが一致していませんって言われるんですね。で、ダヴィンチリゾルブの編集シーケンスと撮影した時の編集シーケンスが違いますよって言ってるんですね。で、これを一致しますかっていう話なんですけど、まあ僕なんか素材60フレームで撮っているし、でもシーケンスは24がいいとかいう、そういう話になってくるので、一旦これは変更しないという流れにしたいと思います。はい。まあこれはね、また後日しっかりダヴィンチリゾルブのチュートリアルで解説していこうと思います。はい。見てください。まあこんな感じで素材をこうやって、なんてだろうな、素材の上にカーソルを合わせると、まあなんか再生してくれるし、これ見づらいと思ったらここでサイズを大きくして、こんな感じで。これに関してはもう本当にね、まあ、ブラックマジックのポケシネ 6K のプロ機種で撮ってるので、すごく軽いんですけど、まあこんな感じで、まあ素材をね、可視化するのはすごくスムーズな印象です。で、素材をインポートしたら、じゃあ実際に、まあカットページですね。このカットに特化したページ、もしくはエディットで繋ぎ合わせていきます。でね、ちょっと音源も一応入れようかなと思ってるんで、お好きな音源をドラッグ&ドロップして、こんな感じで、エディターのパネルに並べてください。はい。で、こちらね、シーケンスのこのパネル、編集パネルのサイズ感を調整することができます。懐かしいですね。これかなり前にこの音源で僕ハワイの動画作ったんですけど、すごく記憶が蘇ってきますね。はい。こんな感じで、エディットパネルに、オーディオを重ねます。で、次にですね、じゃあ実際に、この素材ですね。はい。の使いたい部分をピックしましょう。弾くところかな？ここ一瞬使おうかな？ここまで。はい。これを選んだら、まあ、ここにちょっと少し、下にね、透明な感じで、オーディオ選ぶか、クリップ選ぶかみたいな感じで出てくるんで、オーディオだけだったら、オーディオ並びますし、クリップだけだったら、クリップが並びますよっていう話ですね。で、僕のね、声とかいらないんで、クリップだけ持ってきたいと思います。そうすると、こんな感じ。で、オーディオ、ちょっと。
オーディオちょっとわかりやすく。で、ここで短くビヨーンってやることもできますし、カットして、こんな感じでやることもできます。こちらね、クリップの速度を変更します。で、これで速度をまあ 50% にすると60フレームから2倍スローモーションになるので、こんな感じ、綺麗にスローモーションできます。で、僕はこれね、キーボードショートカットキーして、コマンド R で開くようになっております。まあ、こんな感じで、一つずつクリップを並べていって、あ、ここもですね。ここも、どれ使おうかなみたいな。このフレアが出てる、いいカット、イン、アウト、やって、クリップ並べて、で、この二つ選択しないと、オーディオとクリップ両方とも選択されてしまいますので、こんな感じで追加します。これでまた、速度を 50%。はい。スローになりましたね。はい。こんな感じで削る。で、今回ね、3つしか素材入れてないので、ここで一番いいところ、この動きですね。ここら辺は汚いですけど、こっから、イン、アウト。はい、フレア出るまでみたいな感じで使いましょう。これはね、正直並べてるだけなので音に合わせてないんですけど、まあ、せっかくなので音に合わせます。この、おー、おー。で、ここで音楽の曲調が一気に変わるので、こういうところで映像の演出も一致させるって感じですね。なので少しクリップを短くして、あー、こんな感じ。で、こんな感じで音に合わせてクリップをどんどんつなげていったら、次に、カラーですね。で、これカラーがね、本当にダビンチリゾルブはもう特化してすごいです。まあもちろん今ここにシュッて出てるんですけど、ラットとかがまあデフォルトで入っていたりとか、あとはですね、こちらのオープン FX ですね。オープン FX で、例えばまあスタビライザー入れることもできるし、フィルムグレインとか、こういった要素を追加することができるんで、カラーグレーディングに関しては、もう突出してダビンチリゾルブだと思っております。で、僕もね、本気でグレーディングするときはダビンチリゾルブにプレミアから移行して、こっちでグレーディングしたりしております。で、これもね、後日しっかり教材僕今作ってるんですけど、そこでがっつり解説していくので、今回はね、簡潔にやっていこうと思います。ノーマライズですね、明るさを基準値に合わせたいと思います。はい。上持っていって、で、この上の部分がハイライトですね。で、下がシャドウの部分なんで、リフト下げます。で、これ、下超えてしまいますと、ゼロの基準を下に超えてしまいますと、黒つぶれしてるということなんで、まあ、数字でね、合わせてください。こんな感じ。で、色味ってのはやっぱりその人間でね、目がやっぱ慣れてくるもんなんで主観になってしまうんですけど、こういった数値でしっかり測れるっていうところは、ダビンチリゾルブのね、本当に良さだと思っております。こんな感じで合わせて、で、少しミッドトーン調整したりとか、ハイライトでいいかな。こんな感じで、まあ、自分のね、好きな、世界観に合わせてもいいですし、今回女性なので、少し明るめな印象にしたいなと思っております。で、今こんな感じ速攻でノーマライズやってしまったんですけど、このダビンチリゾルブの良さが、こう、濃度を追加して、グレーディングの作業を分担させることができるんですよ。例えば、ここのノードでノーマライズさせて、こっからラットを当ててみたいなことができるんですね。はい。じゃあちょっとここでラットを当ててみましょう。例えばじゃあ、時間も時間なんで、ラット追加しました。はい。こんな感じでラットがかかっております。はい。今ラット当てたんですけど、ちょっとね、強い印象なので、このキーボタンで、キー出力を下げます。こうすると、ラットの適用範囲が調整できるので、例えば、まあ、50% ぐらいかけようかなみたいな感じで調節することができます。自分の好きな状態で、はい、追加しました。その後にまたノード追加して、オープン FX、例えばフィルムグレイン入れますと。で、ここで例えばグレインのサイズみたいな、ちょっと見づらいと思うんですけど、こんな感じでなんかフィルム感を作り出すこともできたりとか。これでわかりやすいかな？
グレインの強度、このフィルム感を作り出せたりとか、まあここでちょっとね、デジタルで撮っているんだけどフィルム感出したりとか、そういった演出もできてしまうので、まあダヴィンチリゾルブのカラーグレーディングは本当にすごいです。またね、後日しっかり細かく解説させていただきます。で、こんな感じで、一つ一つのクリップをですね、まあノーマライズしてグレーディングしていったら、さてじゃあ書き出しです。デリバーみたいな形で、名前選択して、保存先決めて、じゃあ実際やっていきましょうか。ドキュメントじゃない、デスクトップ。一応ね、H264 の書き出しコーデック、スマートフォンに特化しているものだったり、プロレスだったり、YouTube にアップロードする形式だったりとか、もうほんといろんなものがあるので、お好みで書き出してください。で、フレームレートも24フレームみたいな感じで、設定 OK、レンダー Q に追加。ここでレンダーを開始すると、実際に書き出されます。はい、そんな感じでね、ダヴィンチリゾルブによる、編集の、まあ、一貫した流れをかなりね、スピーディーに簡潔にお話しさせていただいたんですけど、まあ、本当に世の中にはダヴィンチリゾルブからアドビプレミアプロ、iMovie、本当にファイナルカットとかいろんな編集ソフトがあるんですけど、まあ、やっぱり自分の今後どういったあの動画表現をしたいかによってこの編集ソフトをね選んでいただけるとすごく嬉しくて、ダヴィンチリゾルブだったら僕がね客観的に見てもカラーグレーディングとかカットのねツールとかもすごく能力が高いですし、細かな編集を追求したいという方に関してはアドビプレミアプロがすごくおすすめだし、まあ、僕の場合はねカッティングはもうアドビプレミアプロでめっちゃ慣れてしまってるので、アドビプレミアプロからグレーディングダヴィンチリゾルブみたいなこともできますので、本当にご自身に合ったあの編集ソフトを選んでいただけたらと思います。で、僕もなるべく、多くの人たちに選択肢を与えられるようにいろんな編集ソフトでチュートリアルをやっていこうと思うので、今後ともよろしくお願いいたします。そんな感じで今日の動画は以上です。どうもありがとうございました。